はい、おはようございます。昨日の夜1時ぐらいに駐車場に着きまして、車中泊してですね、朝になりました。ゴンドラが8時から動き出すということで、まあ、それに合わせてね、試着して、行動開始していきたいと思います。ご用意ありがとうございます。ゴンドラって8時からですか？8時からですね、はい、今日往復、はい、されますよね。はい、はいはい、ね、1名ですもんね。見せてください。そうすると1枚で往復ですってすぐ判断してくれます。ありがとうございます。ありがとうございます。ギフト券買ったんだよね。そしたらこれ支えたりハサミこの間600、700円くらい無駄に付けちゃった。途中で買ってもらって後で帰ってきてよく付けてみた。Thank you.
ツアーに来たみたい。はい、ということで、丸山を通過しました。現在の時間は11時ですね。遅くとも12時半にはもう下山しなければならないので、あとタイムリミット1時間半ですね。果たして上まで行けるかな。ちょっと巻きながら巻き目で行きたいと思います。
もちろん、何倍でも出ますから。ちょっとうちが止まるの見えたな。疲れましたね、ここ数年で一番疲れたんじゃないかなっていうぐらい疲れた登山になりました。時間にね、追われてしまっていたっていうのが難点かなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。次はね、ちょっとテント持ってとかね、ゆっくり写真を撮りに行くようなことができたらいいなと思っています。まあ、またプラン継続して、出かけた際にはですね、動画にできれば動画にしてみようと思いますので、よろしければそちらの方もご覧ください。それでは、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。